はい、今回は7月に開催されるマウンテントレイル野沢温泉について、これは65キロの大会で、まあ馳せ爪とかよりは距離は短いものの、なかなか侮れない大会となっております。まあこのクラスの大会に出る人であれば装備とかはもうある程度持っているので、まあ説明不要かと思いますが、今回はコース側でどのように攻略をしていくか見ていきたいと思います。スタート直後はまあ温泉内を進んでいくので、ロード中心の道を進んでいくようになります。ただまあ去年この大会に出た感想としては、もうスタート前からかなり暑くて、もう30度のような状況だったので、そうですね、今年も同じ状況になるのであれば、もうスタート前から薄着で走った方がいいですね。あとストック持つ人も、そうですね、しっかり落ちないようにスタートしていただければと思います。結構走ってて揺れるとストックが落ちる場合もあるんでね、高価なものなんでなくさないように注意が必要です。でまあ第一セクションはまあまあ特筆することはないですね。まあ、ごく普通の山道を行くというか、まあ、前半はもちろん街の中を走るんですが、徐々に山に入っていく状態です。で、まあ、この大会は、の特徴、野沢温泉の特徴は、3つのセクションがあって、1つのセクションが終わるごとにスタート地点に戻っていくので、まあ、そこで必要なものを置いておくといいですね。ドロップバッグのような感じで。で、暑い日だと水がとにかくなくなるので、まあ、自分の好きな飲み物をスタート地点に置いておくといいです。というのも、去年はあまりの暑さで、まあ、水不足が発生したんで、このコース上にある、もしくはコース付近にある、ありとあらゆる自動販売機が全部売り切れになっていたので、なので、スポーツドリンクとか、コカ・コーラとか、自分が飲みたいものがあれば、もうスタート地点に置いた方がいいですね。クーラーボックスとか。もう、コース上で買うのは非常に難しい状態ですので、で、まあ、1セクション終わって、第2セクションが、これまた、くせ者で、まあ、この紫のちょこんと登っているところなんですが、これが、結構きついですね。急に登るんで、まあ、石段を、登っていくんですが、ここが、標高は低いけど侮れないセクションなので、まあ、しっかり確実に登っていくという感じですね。ここは走れないコースですね、第2セクションは。で、ストックもいらないかな。走れないコースなので、一歩一歩進むのであれば、ストック、なくてもいいかなと思いますが、まあ自信のない方は、持っていってもいいと思います。で、ここを乗り越えると、第3セクションに入るんですけれども、ここは上りも下りも緩やかになるし、時間的にも第3セクションに入ると、関門時間がだいぶ緩くなるので、ほとんど歩っても、制限時間には間に合うかと思います。
で、まあ、第三セクション行った感じとしてはストックは特にいらないかなっていう感じでしたね。やっぱり上りも下りも緩やかだし、舗装の区間もそれなりにあるので、ストックはむしろ邪魔に思いましたね。なので第一、第二セクションでストックを使って、あとはスタート地点にしまっておくとか、そういう方法がいいと思いますね。なので野沢温泉を乾燥する対策としては、もうスタート地点に水分、必要なものを置いておくこと、コカ・コーラ、スポーツドリンク、そういったものはやっぱりどうしても飲みたくなりますし、水だけではだいぶ飽きてくるので、その辺はしっかり準備した方がいいです。で、あとストックは、まあ、もちろん全セクションで使っていいんですけど、なかなか、まあ、第3セクションはそんな急な上り下りはないし、舗装路も走るので、第3セクションはストックがいらないかなと思います。あとは各自の体力とかに合わせて、まあ、作戦を書いていただければと思います。以上、マウンテントレイル野沢温泉61個キロの感想と、あと大会への助言を言いました。ではまた。と、野沢温泉トレイルについてはブログでも紹介しているので、まあ、装備ですね。どういう装備を使って乾燥したかとか、あとそれぞれのコースを進んだ時の体験談は、概要欄に URL を貼っておくので、まあ、それで、まあ、体験談を見ていただければと思います。はい、では今回は以上です。チャンネル登録お願いします。